真っ赤なお花のトナカイさんは、はい、私は今日伊勢山ヒルズさんにやってきました。みなとみらいエリアにある式場なんですけれども、今日はなんとですね、クリスマスの装飾が行われるということで、早速取材しに行きたいと思います。真っ赤なお花のというわけでですね、伊勢山ヒルズさんで、所属しているプランナーさんに今日はいろいろクリスマスウェディングについて質問していきたいと思います。よろしくお願いします。さっき作りたてのクリスマスツリー、はい、大変でした？大変だったんですけど、もう可愛いって言いながらみんなで作業したので楽しかったです。例えばお外の演出とかお外使う際はブランケットを用意したりとか、絵付けのちょっとこうおしゃれなヒーターも置いてあるんですけども、あとは伊勢山ヒルズ特製だったらウェルカムパーティーとかでも温かいスープを出したりとか、酒好きな方だとホットワインとかもお出しすることもできます。運びどころですよ、綺麗ですよっていう場所なんてありますか？全部なんですけど全部なんですけど、まず入り口の大きなこうアーチもそうですし、あとはやっぱこう大きいもうツリーとかもそうですし、なんかゲストの方が来た瞬間にもう絶対わーってなるように、いろいろこう綺麗に飾ってます。例えばちょっとこうキャンドルライトアップをさせていただいたりとか、もう入り口とかに飾ったりとか、あとバルーンとかも、はい、伊勢山ヒルズだと柄とかも変えられるので。あ、そうなんですか。はい、クリスマス柄にしたりとか。ちなみに中島さんが一番好きな披露宴会場は？一番好きなのは、はい、もうここのこのパリですね。あ、やっぱり可愛いですもんね。はい、多分花嫁さんとかもみんな結構可愛いっておっしゃってくださる。今だとインスタ映えであったりも気にされる。そうですね、確かに花嫁さんが多いですよね。てかクリスマスとかだったらインドーシップさんと、はい、まあ、パティシエとプランナーとかで、なんかこうハンドベルとかをスタートさせて、そのハンドベルを終わったらそのカーテンがバッて開いてデザートフィードスタートですとか。でもすごいクリスマスらしいかなと思います。とっても素敵ですね。それもう女子テンション上がります。女子テンション上がりますね。めちゃめちゃ上がりますよね。今日は中島さんにいろいろお話を聞かせていただきました。ぜひホームページであったり記事を引き続きご覧ください。では中島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。